ハレリア、ハレリア、おはようございます。おはようございます。ハレリア、アメン、アメン、ハレリア、おはようございます。おはようございます。アメン。今日はですね、広島の原爆の日なんですね。8月8日で、今日はですね、昨日に続き、ひかるさんがですね、来てくださるはずなんですが、戻りました。ひかるさん、おはようございます。おはようごおざいはようございまます。す。どうも。はい。今日は広島の原爆の日ということで、話をしたいんですが、ひかるさんは小学校、中学校、広島に住んでおられたということですが、中学、高校と広島に住んでました。中学、高校と広島に住んでたんですね。その話もね、後でしていただくことですんですが、68年目っていうことですね。終戦。敗戦、私、終戦記念日って普通言うんですがね、15日のことをね、私はね、敗戦記念日って言うようにしてるんですよ。そうですね。なぜ敗戦、まあ、日本人としてはね、敗戦なんて言いたくないわけですね。終戦って言いたいわけですね、終戦。敗戦っていうのは、負けたということで、嫌な気持ちになると思うんです。でも私はね、やっぱりそこに悔い改めとか、それから、戦争をした理由が、偶像崇拝がその理由だから、その偶像崇拝が、負けた、要するに偶像崇拝が負けたと、まあ、もっと言えば、悪魔が負けたというね、偶像崇拝という、その悪が負けたという、そのことは日本のためには良かったんだと。偶像崇拝が負けることは良かった。日本が負けたというのは、例えばその戦前戦中の気持ちがあればね、負けたのは悔しくてもう一回仕返ししたいとか、今国防軍作ろうとしてもう一回勝とうとかしてる日本があるんですけど、それは良くないことで、やっぱりあれは良くなかったんだ、あの戦争は良くなかったんだというふうに考える方が日本のためになると思うんですね。そういう意味で私は敗戦記念日ね、日本のそういう悪いことは負けたんだと、新しい日本を作らなきゃいけないんだと、そういう気持ちが必要じゃないかと思うんですね。終戦記念日っていうのはまだなんか、あの時は正しかったんだけど負けてしまったんだみたいなね、悔しい、まあ、負けて悔しいみたいな、そんな気持ちは良くないと思うんです。やっぱり悔い改めて、ね、日本は戦争するべきじゃなかった、日本の戦争は良くなかったという、素直に認めるべきじゃないかと思うんですね。いかがでしょうか。そうですね。日本の、なんていうんですか、日本をこう広げたいみたいな、なんていうんですか、侵略戦争だったわけですよね。だからそういうことが、こう、なんていうか、そういうことは、こう、そういう国は、こう、栄えないというか、そういう、負けるというか、なんですかね、うまく言えないんですけど、そういう思いは必ずこう終わるんだよというか、続かないというか、そういう意味の敗戦という言い方をするということですよね。そう、結局ね、まあ、神様に対して正しくないので、まあ、ある意味では神様に対して負けたと、神様に対して負けたというふうに考えると分かりやすいかな。偶像崇拝っていうのは神様に対して敵対する、
神様に対して逆らうというのが偶像崇拝ですね。だから神様に敵対して勝てるわけないんだという、そういう意味では私は悔い改めの日になるべきだったと思うんですね。また今からでも遅くないので、今からでも遅くないので8月15日は日本の悔い改めの日にするって去年言ったかな、去年か一昨年そういうふうに言って、私一人なんですけどね、私一人ですが8月15日は日本の悔い改めの日というふうに決めましたね私一人で決めてどうするのっていうことなんですけど日本の悔い改めの日ですね、8月15日、そしてその悔い改め、日本が負けるということ、降伏することのそのきっかけが、原爆だったんですね。原爆が日本が降伏するきっかけだったわけですね。それまではポツダム宣言を拒否して、その国体といって天皇制を守るためにずる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 戦争を伸ばしちゃったんですね。本当はもっと負けは決まってたんです、もっと前からね。負けは決まってたけど天皇制を潰されたくないのでずる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 降伏を伸ばしてたんですよ。もっと早く、もっと早くですね、降伏、もう今年の初め、その1945年の初めとか、もっと前から降伏すれば、たくさんの人は命を失わないで済んだのに、そのずる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 降伏しなかったために、東京大空襲とか、沖縄のね、玉砕とか、もう本当にたくさんの人が死んでしまったんですね。もう一億総玉砕って知ってますか？知らないです。日本人全員一人までも一人までも最後まで戦うっていう玉砕思想がありましてね、絶対に降伏しない、絶対にもう全員が死んでも全員が死んでも降伏しないっていう、そういう考え方があったんですよ。クリスさん、おはようございます。そういう考えがあったので降伏しなかったんですね。でその裏には偶像崇拝があったんですね。天皇崇拝、要するに天皇制を守りたい、国体を守りたいということで、要するに国民の命よりも国民の命よりも国体の方が大事だったんですよ。国民の命、国民の命よりも天皇制の方が大事だったんですね。それが偶像崇拝ですね。でしかし、広島に原爆が落ちて、そしてそれでも降伏しなかったんですね。6日に原爆が落ちて、7日8日降伏しなかったんですよ、日本はね。まあそういうどういう状況か見えてないっていうのもあったかもしれませんが、そして9日に長崎に落ちて、そして初めて降伏したんですね。初めて降伏した。で、なぜ降伏したかというと、原爆が1発じゃなくて2発あったということで、ということは3発、4発もあるということでしょ。まあ、実際にあったかどうか知らないんですけど、だから今度は東京に落ちたらどうしようかというね。もう東京は焼け野原だったんですが、とにかく勝ち目がないということが初めて分かったんですよ。勝ち目がないね、日本はそんな原爆に勝てるような、それでなくてももう負けてたわけですよ。そもそもですね、アメリカに戦争すること自体が、自殺行為ですね。全然国力が違うので、アメリカに戦争すること自体が自殺行為なんですよ。その自殺行為っていうことがわからないというのが傲慢ですね。傲慢っていうのは自分を高ぶるということですね。例えば北朝鮮がですね、北朝鮮がミサイルを飛ばそうとかしてるじゃないですか。で、北朝鮮の国力は低いでしょ。で、しかしアメリカに対してなんかあたかも北朝鮮が強いかのような威嚇をしてるじゃないですか。あれが傲慢ですね。傲慢、つまり北朝鮮は傲慢に高ぶってるわけですね。アメリカに勝てるわけないのに、アメリカをやっつけるような言い方をしてますよね。
あれと同じだったんです、うん、あれと同じで日本は傲慢でアメリカに勝てるかのような錯覚をしてたんですね、うん、つまり偶像崇拝によって盲目になり、偶像崇拝によって高ぶって、あたかも日本が強いかのように錯覚をしてね、全然国力の違うアメリカに対して戦争を仕掛けたんですよ。 ABCD 包囲網があったとしてもそれは理由にならないんですね。つまり自殺行為ってことはもうね、そういう国が滅ぶということを当たり前、もう日本が滅ぶことは当たり前だということを多くの人は知ってたんですね。しかしそういう戦争反対する人を殺して、戦争反対する人を抑えてね、戦争を始めたんですが、結局それは、天皇崇拝っていう偶像崇拝が盲目にしたんですね。盲目にしてやってはいけないことをしてしまった。その結果、被爆、原爆ですね。原爆、もちろんアメリカが正しかったわけじゃなくて、それはやるべきことじゃなくて、それはやってはいけないことをアメリカはやったんですが、しかしその、きっかけは日本が宣戦布告したからですね。宣戦布告したからアメリカは当然正当防衛でやったわけでしょ。もし日本が戦争しなかったら原爆は落ちなかったわけですね。アメリカはアメリカでね、悔い改めなきゃいけないと思いますが、私たちはその日本の罪ということにことさら、考えるんですね。それは日本が救われるためなんですね。アメリカはアメリカの罪をアメリカが悔い改めなきゃいけないんですね、うん、ひかりさんは中高で広島におられたということですけど、どういう経験がありますか？そうですね、まあ、原爆ドームに結構近いところに住んでたので、結構日常的に見る環境ではありましたけど、うん、まあ、よく外国人の方がね、見に来てましたね、うん、で、まあ、僕も初めて見た時の感想は、なんかね、そこだけこう時間が止まってるような感じがしましたね、うんうん、こうなんかこう崩れたこう、うん、外壁なのか何なのか、こうレンガみたいなのがこう散乱した状態みたいな、そういうのも残ってたりとか、こう時間動いてないなっていう感じで、まあそのところまだ子供だったのでそういうことぐらいしか感じなかったんですけど、今救われた状態で見たらどう思うのか、ちょっとまた見てみたい気はしますけど、まあ、クリスチャンになってまだ見てないという、ね、中学生、小学生の時ですか、裸足の弦を、あ、はいはい、図書館にあって、図書室にあって、小学校3年生ぐらいの時にこう裸足の弦のアニメ映画をこう見させられたというか、みんなで見たわけですけども、すごいこうインパクトというか、もうすごいトラウマですよね。衝撃がすごいんですよ、あの映画。なんというか、こう原爆が落ちて、人がこう焼かれていくシーンがあるんですけど、こう一気にこう人間の姿が変わるんですね。一気に変わっちゃう。こう
一瞬にしてブワーッとこう燃えて、こう全身やけどのそのなんていうか焼けた感じですよね。皮膚が焼けた感じ、全身になって、こう原爆がこう爆発する瞬間のこのものすごい光が放たれるわけですけども、あのピカドンとかも言われますけど、すごい光なんですね。それでこう目がこう飛び出しちゃうわけですよ。こうこうなんていうんですか、眼球、あ、眼球がその光で飛び出しちゃう。はい、で飛び出して、それがこうぶら下がったままで、眼球が飛びだぶら下がったまま、うん、飛び出してこうなんていうんですか、こうね、うん、でその爆風で、うん、こう建物の窓ガラスが割れて、こうすごい飛んできて体中に刺さる、あ、ガラスが割れて刺さる、爆風でね、でこう手を下ろした状態で立っていると、すごくなんか手がこう皮膚がずれ落ちてくるのか痛いのか、こうみんなこう手を上げて歩くわけですね。下を下ろすと皮膚で痛いから、皮膚が垂れて痛くないように手を上げて歩くわけですね。ああ、下だとあの皮膚が剥がれるようになっちゃうということですかね。うん、まあ詳しくはよく知らないんですけど、みんなこう手を上げてこう歩いていて、でみんなすごく暑いから、こう水を求めて川に行くんですね。でそこでこう川までたどり着けずに死んでいく人もいて、川にたどり着いてこう水を飲んだ瞬間に死ぬ人もいて、なんか水を飲むと死ぬっていう風にね、そう聞きますよね。それがなぜかはわからないんですけど、なぜ水を飲むと死ぬんでしょうね。でやっぱり川にこの死体がいっぱいこうあるわけですけど、そのなんというかこう死んでこうお腹の中にガスが溜まるみたいなんですね。こう肉が腐敗してというか腐食して、でこう中からも外からも皮膚が腐敗して腐食して、こうお腹の中からこうガスが吹き出るみたいですね。こうお腹の肉を破って、あ、本当、ガスが出てくるな。それがこうガスが溜まってる時はこう浮いてる、水に浮いてるんですけど、とかですね、要するにあの川の中で死ぬと、あのその死ぬということの中でその、まあ、大腸菌がね、大腸菌が、あのこう発酵するというかガスが出るわけです。それでお腹が膨れて、それが破けて出てくるってことですね。そうですね、破裂するみたいな感じ で、そういうのがね、あのアニメですけど、あの結構ね、すごい衝撃なんですね、子供にとっては。それはトラウマになりますね。でもすごい怖かったんですよ。でもう何ヶ月 もうずっと怖い、恐怖心がずっとあって、あのその頃学校行ってたかどうか覚えてないんですけど、それからあの母親の後を離れなかったんですね。ずっとついて回る一人で行ったらもう怖いんですよ。あの空襲警報っていうありますよね、うーってなるやつ、あれと似た音で、あの避難訓練の時にサイレンが鳴るんですけど、あれがねこうダブっちゃって怖くてね毎年毎年避難訓練があって、それがそのトラウマをこう刺激して、そうなんです、怖い怖い。だからこう避難訓練の日は休んだり、学校休んだりとか、それぐらいねこう怖かったですね。だから本当にその原爆で人が焼かれていくシーンっていうのが、ね、想像すると本当に地獄はこういう感じなんだろうという。そうなんですね、あの
その聖書にね、地獄は火の池って書いてあるんですよ。火の池。ですから、あのまさにですね、あの原爆っていうのは地獄ですよね。原爆はまさに地獄。でなぜその神様はその地獄であるね、原爆を日本の落としたかという理由なんですね。アメリカがもちろん落としたわけですけど、しかし日本が原爆を受けた理由がある、と思うんです、そこが大事なポイントだと思うんですね、あの原爆、今日は原爆の日なんですけど、黙祷しますよね、黙祷、あの黙祷がですね、結局あの黙祷も原因の一つなんですよ。あの人間の気持ちとして死んだ人に対して黙祷したくなるじゃないですか、日本人としてね、死者に対してあの黙祷し、まあ、慰霊というか、あの、そのなんて言うんでしょうかね、慰霊というか、そのまあその慰めね、慰めというか、あのそういう意味であの黙祷しますけど、その黙祷が結局その原爆の原因なんだというね、要するに原爆の原因であることをずっと68年間やってきてるんです。でなぜその黙祷が原因かというと、結局死者崇拝ですね、死んだ人を崇拝するという、慰めるんだから当たり前だろうというかもしれないけど、しかし結局は偶像崇拝なんですね。で日本がその原爆が落ちた理由は、日本が戦争したからなんですけども、その戦争の理由が偶像崇拝ですね。天皇崇拝とか靖国参拝とか、その偶像崇拝によって戦争が引き起こされたんで、その結果原爆が落ちて、で原爆が落ちてさらにまた偶像崇拝を続けていて、結局その悔い改めじゃなくて、戦争や被爆の原因である偶像崇拝をまだ続けているということを多くの人は知らない。多くの人はその、敗戦とか被爆の原因を知らないで、まだ戦前戦中の罪を犯し続けているという、この悲劇を多くの人は知らないんですよ。悲劇なんですね。つまり原因を知らないんです。被爆の原因、敗戦の原因を知らないんですよ、みんな。あの霊的なことがわからないからね。ただアメリカが悪かったとかね、日本は正しかったと言い直っているけども、そうじゃなくて、日本がしてはいけない戦争をしてしまったんだと。それは、天皇崇拝や靖国参拝という偶像崇拝が原因なんだということですね。でもう一つですね、私が今日言いたいのは、あのちょうど同じ時にホロコーストがドイツでありましたね。ナチズムの、麻生元首相の発言にもナチっていうのが出てきましたけど、あの結局イスラエル人はイエス・キリストを拒んで、神様から離れてしまって、その結果ホロコーストがあったと考えるんですね。旧約聖書にホロコーストの予言がたくさんあるんですよ。ホロコーストの予言があるんです。あ、そうですか。イスラエルはその虐殺されるっていう予言がたくさんあるんですよ。だからあのホロコーストはあの旧約聖書の予言の成就なんですね。そして偶像崇拝をしたらホロコーストになるよ、偶像崇拝したらホロコーストになるよっていうあの警告が旧約聖書にたくさんあるんですよ。つまり日本はあの、まあ、イスラエルではないかもしれないけど、しかしあの不思議なことにイスラエルの文化がたくさんあります。つまり日本も偶像崇拝によってホロコーストになったということですね。日本も偶像崇拝によってホロコースト、つまり同じ時期ですね。大体同じ時期に、東西、西はホロコースト、
東は日本、同じ時期に同じイスラエルとイスラエルと関係する日本が旧約聖書の成就、旧約聖書の警告の成就を受けたということですね、うん、偶像崇拝したらホロコーストを受ける、偶像崇拝したら虐殺されるということがまさに成就した。つまり被爆はある意味では聖書の成就とも言えるんですよ、うん、聖書の警告の成就ですね、うん、つまり人類の一番のその神様からのそのね、警告であるホロコーストを東西で受けたということですが、実はですね、この被爆やホロコーストがこれから全世界に起きるんですよ、うん、全世界にこの被爆やホロコーストがこれからイスラエルと日本だけじゃなくて全世界でこのことが起きるということが、これが神の、警告なんですね、うん、終わんないんです。その被爆で終わんないんです。ホロコーストで終わんないで、この残酷な、被爆やホロコーストがこれから全人類で起きるんです。それをね、聖書を知ってる人は知っているんですよ。多くの人は知らない、多くの人はそんなこと全然知らないけど、私たちは聖書にその警告が書いてあるんですね、うん、その人間が持つ多分一番こうなんていうか、ひどい武器ですよね、原爆。そう、一番ひどい武器ですね。でそれがこう使われたのが世界でも日本だけで、そうそうそう、でそれがその日本は昔からその偶像の国でしたけども、うん、その昔からずっと偶像で来た国に、その唯一、うん、なんていうか日本しか使われてないというか、うん、そこがこう、ね、どういう意味がこうあるのかなという感じですね、うん、そうですね、それが霊的な意味がある、単なる偶然じゃなくてね、偶然じゃなくて霊的な意味があるということですね、そして原発の事故も、まあ、もちろんチェルノブイリ、スリーマイル島でもあったかもしれないけど、日本にまたね、日本がまた原発の事故があったということも偶然じゃなくて、やっぱり意味があるんですよ、意味があるんです、ね、原爆は世界中で使われているのにね、まあチェルノブイリ、スリーマイル島も起きたかもしれないけど、日本に起きたというところにやっぱり意味があるんじゃないかなと思うんですね、先ほどね、ひかるさんが日本がそういう強い武器というか恐ろしい武器を持ったら使いたくなるということをおっしゃってましたよね。人間ってなんかすごいものを手に入れたら使いたくなったりしませんかね、うん、そのいいものでも悪いものでもなんかこう、こう惹かれるものを手に入れた時に早く使ってみたいみたいな、うん、それはねあったと思いますよ。アメリカはね、核実験してそれを実際に使ってみたかったんだと思うんですね、アメリカは作ったばかりだったから実際に使ってみたかった、それをいいチャンスだということでその日本を降伏させるために実際に使っちゃったわけですね、うん、それはタイミングがそういうタイミングだったんですね、うん、使ってはいけないものを使ってしまったんですね、使っちゃいけない武器を使ってしまった、悪魔の武器を使ってしまったんですね、
そうですね、本当に悪魔の武器ですね。それそうをで使すよ。ったら、その落とされた場所が地獄になってしまそううっそうていそう。う、本当に悪魔の武器で悪魔すの武器ですね。よ。悪魔の武器。その悪魔の武器を作って、ね。そして、抑止力っていうか、脅してね。だって、核兵器があるだけで、あるだけで脅されると思いませんか？そうですね。ね。悪魔の武器ですね。悪魔の武器。アメリカは使ってはいけないのを使ったんですね。多分その今ももし原爆がその使われていなかったとしたら、今はこう核を持ってる国がいくつかありますけど、その国の人たちというか、その国はやっぱり原爆をちょっと使ってみたいという気分になるんですかね。こう使ってはいけないの分かってるけど、ちょっとよくピストルを持ってる人がね、ピストルを持って、それは不法で持ってるんですが、ちょっと撃ちたくなるじゃないですか、持ってるとね。撃ちたくなりますよね、ピストル持ってる人はね。どのくらい威力があるか見たいわけですよね。僕が初めて車を買った時に、この話、今の流れと合ってるか分かんないですけど、初めて車を買った時に、7000回転まで回したらどれぐらいいくかなみたいな ちょっとやってみたいなっていう、そういうなんか、ねえ、いけないことをしたくなってしまう、そういう気分。っていう人間にこうあるのかなという日本にはピストルが所持が禁止されてて本当に幸せだと思うんですね。アメリカは銃社会ですから事件がしょっちゅう起きてるじゃないですか。もう5歳6歳の孫にですね、ピストルをライフルをプレゼントするような国なんですよ。とんでもない国だと思うんです。そんな銃を子供にプレゼントするとかね、孫にプレゼントするとか、とんでもない国なんだけど、そういう文化があるんですけど、その結果、もう本当にたくさんの人が銃で殺されてるわけですね。事故でね。またはそういう乱射事件があるわけです。もちろん日本でもね、銃でそういう事件はあるけど、圧倒的に少ない、事故は少ないじゃないですか。あまり日本でこう銃弾を受けたというニュースは聞きませんよね。だからその武器があるということがいかに危険かですよね。武器があるということだけでいかに危険かということですが、まさにその武器こそ敵意ということで、日本の平和憲法は軍隊を持たないというね、その戦争の反省のゆえにね、戦争の反省のゆえに日本は戦争しない、武器を持たないという素晴らしい憲法をも、あ、まあ、与えられたと言った方がいいかもしれませんが、それはとても、いい憲法なんですが、武器を持たない、戦争しないという、まさにこれはイエス様の教えに近いと思うんですね。ですから、核戦争しないためにも、ずっと今、ね、核廃絶を訴えてきたんですが、まさに悪魔の武器である原爆、それから放射能も結局は悪魔の力じゃないかなと思うんですね。ですから、脱原爆、脱原発、放射能をもう捨てようと、これはやっぱり霊的にはいい方向じゃないかなと思うんですね。日本にリバイバルが起きて、救われる人がたくさん起こされて、日本人がこう
戦況に出ていくような状態になった時に、日本人のクリスチャンだからこそ、そのできるその働きの一つに、その核とか放射能のこう残酷さとか危険性とか、そういう戦争のひどさとか、そういうことを伝えるっていうのも、その日本のクリスチャンだからできる働きの一つじゃないかなとちょっと思いましたね。アメン、アメン。そこですよ、そこですよ。日本人だから世界に訴えることができるのは、その被爆のことね、で原発事故もそう含めて、日本人だから世界に訴えられることがその2つじゃないでしょうか。イエス、はい、そうですよね、はい、どこの国だったかちょっと覚えてないんですけど、多分イスラエルかなんかだったと思うんですけど、イスラエルだったかサウジアラビアだったかの世界地図、うん、世界地図って主要都市というか有名な都市は書いてあるじゃないですか。例えば日本だったら東京とか、はい、アメリカだったらワシントン DC とかニューヨークとか書いてありますよね、うん、有名な都市が、はい、でそのイスラエルだったかサウジアラビアだったかの世界地図の日本の、うん、どこの都市が書いてあるかっていうと、広島と長崎なんですよ。あ、だからそれぐらいこう世界で広島長崎はこう有名というか、そうですよね、みんな知ってる、知ってる、うんうん、だからこそこう日本人がその核の、うん、核を武器にするっていうことがどういうことかをこう伝えなきゃいけないんじゃないかなと。そうですね、そうなんです。結局世界に訴えるべきことなんですね。世界に訴えて、伝道もですね、伝道も悔い改めて、ね、イエス様を信じて罪を、ね、悔い改めましょう、敵を捨てましょうというのが伝道ですね。それと同じように日本人が世界に向けて、ね、その原爆は恐ろしいです、ね、原発は恐ろしいです、戦争をやめましょう、軍隊を持つのやめましょう、武器を持つのやめましょうと、まあ、ある意味では似てるわけですね。罪を捨てましょうというのと、武器を捨てましょうというのとオーバーラップしてるんじゃないでしょうか。敵を捨てることが平安に、平和になるならば、武器を捨てることが平和になるということですね。やっぱりその聖書に日を超えるまで生き通ったままではいけません。そう、悪魔に機会を与えないためですみたいな。そう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 、ね、だからそういうこの誘惑されそうなものを持っているとやっぱり誘惑されて使ってしまったりしますよね、うん、それがその人の命を奪ったりとか、うん、そういうするものであったらなおさらこうね、持ってるままではいけないですよね。そうですね、多くの暴力が怒りですね、憎しみ怒りで暴力を振りますね、戦争もそういうところがあるんですね。戦争も怒りとか憎しみで戦争が起きると思うんですね、うん、ですから日本が中国を憎み韓国を憎むならば、そこに戦争の動機が出てくるんですよ、で中国韓国も日本を憎んでるならば戦争の動機が出てくるんですが、その怒りや憎しみを捨てましょう、捨てないと危ないというのがやっぱり平和主義だと思うんですね、そうですね、その憎みというか、はい、妬みというかそういうものはね、暴力とか死を生みますよね。そのカインとアベルの時から、そうカインが怒ってアベルの、ね、弟に怒って殺しましたね。在特会がヘイトスピーチするじゃないですか、あのヘイトスピーチこそまさに戦争の原因なんだということですね、ヘイトスピーチが戦争の原因、憎しみ、差別、怒り、これが戦争の原因なんだということを訴えなきゃいけないですね、怒るから暴力をする、
ね、憎しむから犯罪を犯す。その連鎖だということですね、連鎖。イスラエルとパレスチナ問題も、要するに憎しみの連鎖ですね、憎しみの連鎖。その憎しみの連鎖を廃棄するのが十字架ですね。十字架はその悪の連鎖を止めて、許して復讐をしない、許して復讐をしない、これが、その十字架の力ではないでしょうかね。そうですね。そのに神様が人間を許すっていう、その許し合いなさいよっていうふうにこう教えられましたけど、その人間は。それがこう神様がこう手本を見せてくれたということが十字架ですよね。そうですね、そうですね。十字架は許す、手本ですね。だからその許し合ってこう、許し合うということが、その憎しみも妬みもなくなりますよね。だから、その許し合う、十字架を伝えるっていうことが、この戦争をなくすという、暴力をなくす、怒りをなくすっていうことにもなりますアよメン、ね。アメン、それですよ。光さん、それですよ。十字架こそ平和を作る、ね、方法なんだ。十字架こそ、世界を良くする、社会を良くする方法なんだ。まさに平和を作る方法なんだということですね。まさに平和憲法と似てますよね、平和憲法。憲法9条も似てます。まあ、ただ、その一つの形、平和憲法は一つの形ですが、本当は十字架ですね。十字架こそ平和を作る方法なんだということですね。今日は平和記念式典があって、多分9時ぐらいに黙祷があるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりこう良くないですよよくないです。結局ですね、黙祷がなんか当たり前のような感覚があるけども、ね。その死者に対して黙祷するわけですね。で、本当にそれは人間の弱いところをサタンがついてるんですけども、実はその、偶像崇拝こそ敵意の源泉なんだということですね。偶像崇拝が敵意の源泉、つまり偶像崇拝すればするほど敵意とか憎しみが出てくるんだ、怒りが出てくるんだということなんです。だから右翼の人たちが怒ってたり憎しみいっぱいでしょ。在特会の人たちが憎しみいっぱいじゃないですか。それは偶像崇拝から来てるんだということですね。その拝むべき方はイエス様だけで、その死者に直接こう、なんというか祈りというか、そのこう、ね、あれしてはいけない、あれしてはっていうのは わかんないですけど、こう拝んではいけないということですよね。その死者のために何かこうしたいというか、伝えたいことがあるんだったら、そのイエス様にこうお祈りしてということですよね。イエス様を礼拝すると平安とか喜びが来るんですよ。イエス様を礼拝すると平安とか喜び。しかし、偶像崇拝をすると、恐れや怒りや憎しみが入ってくるんですよ。その違いをはっきりと認識することですね。つまり、悲しい気持ちを利用されて偶像崇拝すればするほど、死者崇拝すればするほど、不安と憎しみと怒りが入ってくるんですね。それが戦争の原因だということです。それが戦争の原因。死者に慰霊の気持ちを持つのは当たり前のようですけど、それは悪魔の策略なんだということですね。
異例の気持ちを持てば持つほど、悪い心が入ってきて、憎しみが入ってきて、怒りが入ってきて、中国韓国を憎んで、またね、中国韓国にこう怒りが出てくるんですね。怒りがね、差別が出てくるんです。差別が、それがヘイトスピーチになってるんですね。黙祷するっていうことの、その多分このなんていうか心理的な面というか、その、そのやっぱりその黙祷する側もこう悲しくて辛くて、っていう気持ちがあると思うんですよね。あのもう二度とこんな悲しいことが起きないでほしいという、そういう願いも込めてその死者に黙祷してしまうと思うんですけど、そのもうこういう悲しいこと、戦争とかが起きないようにっていう、そのお願いするのはそのイエス様だということですよね。死者ではないという。そうそうそう考えてください。この戦後68年間ね、もう戦争しません、もう二度と戦争しませんって黙祷してきたわけじゃないですか。68年間もう二度とこういう戦争しませんと言いながら、憲法9条を変えようとするような選挙結果になってしまったわけでしょ。国防軍を作ろうという自民党を選んでしまったでしょ。それは矛盾すると思いませんか。もう二度と戦争しませんと言いながら、国防軍を作るような選挙結果になったということは、まさに偶像崇拝の結果じゃないかなと思うんです。つまり68年間偶像崇拝黙祷した結果が、戦争を二度としませんという方向じゃなくて、もう一回戦争しましょうという方向に向かってきちゃったんだということですね。一度日本はそのひどい目にあったにもかかわらず、もう一度68年間、ね、悔い改めたんじゃなくて、もう一度、ね、その神様に対してもう一度敵対し続けてきたんだということですね。もう一度ひどい目に遭う可能性があるんだということですね。今度はもっとひどい目に遭う可能性がある、そのリスクというか危険というものを私たちは見なきゃいけないんですね。その前もちょっと、日曜日の午後だったか話したと思うんですけど、日本がその軍隊を持つと、その韓国の人とか中国の人とか、北朝鮮の人とかがこうまた日本が攻めてくるかもしれないという、そういう恐れからまた戦争が起こるんじゃないかという話にがあったと思うんですけど、そう、だから、ね、軍隊を持つっていうこと自体で戦争が起きかねないということですよね。日本が自衛隊を国防軍にした途端にね、韓国、北朝鮮、中国はもっと、軍備を増強すると思うんですよ。日本がまたね侵略するんじゃないかと思って、恐れが与えるわけでしょ。で日本が平和憲法を変えた途端に、中国はもっともっと軍備を増強すると思いますよ。それは、危険だと思いませんか。危険だと。そうですよね。僕らがこう思ってる憲法を変えるという感覚と、その9条を変えるという感覚と、敵意を持った人が見る憲法9条を変えるっていうのはもう全然違った捉え方になりますよね。だから本当に敵意と、その昔という言い方がいいのかは分かんないですけど、その戦争の時のこう憎しみとか怒りとか思ったまんまの人が、日本が平和憲法を捨てるってこう聞いた瞬間にね、もうすごいこうねことになる、なるというか、危険な方向へ行ってしまいそうな感じもしますよね。で、麻生元総理が何と言ったか知ってますか。ヒトラーがね、国民が分からないように憲法をないがしろにしたように同じ手口でやりましょうって言ったんですよ。国民がわからないような形で憲法を変えましょうって言ったんですよ。とんでもないことを言ったと思いませんか。はい。後で否定してますけどね。それは本性が出たんじゃないですか。本性がね。
国民、あの国民を騙して憲法を変えようと言ってるわけですよ、うん、とんでもないことですよ、とんでもない、うん、まあ、カトリックのクリスチャンですけどもね、ちょっと、うん、ありえないですね、ありえない、うん、まあ、あのそういうわけで、あの 9時から黙祷が あるようですけど、皆さんぜひ黙祷しないでください、ね、黙祷するということは、ね、 それは神様に対しては、本当に敵対することなんだということですね。偶像崇拝は悪魔を礼拝することなんだ、死者を拝んでるようだけど、死者を拝んでるようだけど、それは騙されて、悪魔崇拝させられてるんだという、だからこそ怒りや憎しみや、敵意が注がれてしまうんだという、このことが日本は知らなきゃいけないんですね。日本だけじゃなくて世界中の人が知らなきゃいけないんです。偶像崇拝がいかに恐ろしいことなのか、偶像崇拝がいかに、争いや戦争を起こすことなのかを理解しなきゃいけないんですね。敗戦や被爆をそのような見方で見なきゃいけないんだけど、多くの人はそれを知らない、ね、戦争の原因、被爆の原因を知らないんだということですね。アメリカのせいだけではないんだ、アメリカのせいだけではなくて日本の罪が、ね、原因なんだということです。私は日本を救いたいから、日本が滅んでほしくないから、日本がまたサタンにね、食いつぶされたくないから、日本を憎んでるどころか日本を救いたいから言ってるんだということですね。それではあの時間来てしまいましたね、はい、じゃあひかるさん、リスナーの方々一緒に祈りましょう、はい、日本の平和のために、はい、日本のその癒しのために、日本の、新しい日本のために祈りましょう。じゃあお願いします。はい、お願いします。愛する天皇お父様、今日の、話を感謝します。原爆について、戦争について、平和についてのお話ができました。感謝します。イエス様の十字架がなければ、そのイエス様が手本として見せてくださった許すという愛がなければ、人間たちは許し合うことができず、自分の欲、支配欲や、いろんな欲に、振り回され、憎しみが生まれ、怒りが生まれ、アインとカベルの、アベルのような、その頃からの憎しみ、怒りが、人を殺す、人の死を生むという、その、人間の罪が、今もまだ、世のにはびこってしまっています。どうか十字架によって、十字架の福音を伝えることによって、許し合い、戦争が起きなくなり、皆が許し合い愛し合える世の中になりますように、どうかイエス様、福音を世界に、ください。また、核というその、物質、それを武器にしてしまうというその技術、それを悪い方向に、使ってしまうという、その人間の大きな過ちを許してください。アメン。それをまた実際に使ってしまうというその罪、大きな罪を許してください。アメン。今日は広島に原爆が落ちた日で、多くの人が黙祷してしまいます。死者に黙祷してしまいます。それは自分が悲しい思いもあり、もうこんな悲しい戦争が起きてほしくない、こんなひどい、ことが起きてほしくない、こんなにたくさんの人が死んでほしくないという、
そのような悲しい思いを持って黙祷をすると思いますが、それは死者にするべきではなく、イエス様にするべきことだと感じます。アメン。私はイエス様にお願いします。もうこんな悲しい戦争が起きないようにどうか私たちを導いてください。アメン。どうかもう二度と核が武器として使われないように、原発でも被爆が起きないように私たちを守ってください。アメン。もう二度と憎しみにより人々が殺し合う悲惨な悲しい戦争が起きないようにどうか私たちを導いて守ってください。十字架の愛により私たちが許し合い愛し合い戦争なんかない世の中になりますようにどうかイエス様私たちにあなたの愛をください。アメン。十字架を伝えさせてください。今日多くの人が黙祷してしまいますがその人たちの黙祷の罪を許してください。罪を許して救いに導いてください。また、僕もその黙祷している人たちに黙祷は良くないんだということその真理と福音を伝えきれてない罪を許してください。その黙祷は良くないということを伝える機会もまた与えてください。愛するイエス様の御名によってお祈りします。アメン。 アメン。 アメン。天のお父様、今日は広島原爆の日ですが、イエス様こそ、イエス様こそ、人の死を悲しみます。神様が人間を作って、神様のように作った人間が死んでいくということは、神様の御心ではありません。サタンに騙されて、サタンに騙されて、人間は罪を犯し、殺し合いをします。その神様の悲しみが、人間の悲しみとなって、黙祷してしまうのかもしれませんが、その悲しみを、死者に向けてしてしまいますが、イエス様に向かって黙祷するべきです。イエス様に祈るべきです。イエス様以外のものに祈るならば結果的には悪魔に祈ってしまいます。イエス様はこの真理を日本中の人が世界中の人が知ってその間違った在り方間違った信仰それに気づきますように気づきますように日本人が世界中が間違った偶像崇拝に気づいてああこれがいけなかったんだこれがいけなかったんだ唯一の誠の神に祈るべきだった神以外のものに祈ってそれが原因で憎しみや敵意や差別が出てきたんだというその人間の罪の恐ろしさ罪の結果がその被爆のような地獄なんだ罪の結果は地獄なんだ罪の結果は火の海なんだ罪の結果は死なんだということに気づきますように日本中が気づきますように世界中が気づきますように罪の結果は火の海なんだ罪の結果はとんでもない虐殺なんだということに気づきますようにイエス様どうぞ一人でも悔い改め一人でも悔い改めその罪を認めその罪の許しが十字架なんだ十字架しかないんだ心が平和になるには心が本当の、愛を持つためには十字架しかないんだということに気づきますように気づきますように一人でも気づきますように今日、日本で多くの人が黙祷しますけどそれを止めてくださいそしてそれを許してくださいその罪を許してください彼らは何も知らないのです彼らは知らないで偶像崇拝をしてしまいます彼らは知らないで、死者を拝んでしまいます彼らの罪を許して本当の真理を教えてください真理を教えて日本を救ってください日本に、同じような悲劇がないように戦争が起きないように日本に平和が訪れますように日本に平和が訪れますようにイエス様の御名によってお祈りしますアメン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 ありがとうございました光
カルさん、ありがとうございました。ありがとうございました、リスナーの方々ありがとうございました。また夜お会いしましょう。シャローン、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 はい、皆さん、アメン。黙祷はぜひしないように、アメン、はい、イエス様にお祈りしてください。アメン、アメン。